はいこんにちは、えー、川崎医療福祉大学医療技術学部診療放射線技術学科の荒尾と申します。よろしくお願いいたします。今回は川崎医療福祉大学診療放射線技術学科の4年間の学びについてご紹介したいと思います。診療放射線技術学科は医療における放射線と画像のスペシャリストであり かつチーム医療に貢献するジェネラリストである診療法支線技師を養成する学科です厚生労働省から認可を受けた養成施設で4年間または3年間の教育を受け卒業が認められると診療法支線技師国家試験受験資格が得られますここで一つ認識しておいてほしいのは 卒業すると自動的に得られる資格ではないということですその受験資格とは別に合わせて在学中に放射線取扱主任者の資格を目指すこともできますそして免許取得後には各職場において研鑽を積み各種検査モダリティにおける専門技師の認定を受けることもできます つまり大学で学んだことを直接的に職業に生かし生涯にわたってステップアップを目指せる職業です。現在厚生労働省から認可を受けている養成施設は全国に55校あります。そののうち、大学学ががが校、校校校専門学校が15校です。他の職種に比べると養成校が少なく、 大学受験の際には競争率が高くなることが少なくありません次に本学の診療保選技術学科の教育目的を示します1つ目は深い専門的知識と技術を身につけることです。これは医療における放射線の専門家として欠かせないものの1つです二つ目は、 新しい医療技術の進歩に対応できるように継続的な学習能力習慣を身につけることです医療における放射線分野は次々と新しい技術が開発されています診療射線技師はこれらに対して対応していくことが求められます3つ目はチーム医療の一員として 多職種の役割を理解・認識すす。ることです現在の医療においては単独の職種で患者さんを支えるのではなく多くの職種で支えることが必要であり相互の業務を理解し、情報を共有すす。ることが重要です4つ目は広い視野と良識を備え人間尊重と患者さん優先の精神を身につけることです。 このことはすべての医療福祉人としての根幹を支えるために最も大切なことですではこのような診療放射線技師を養成するための本学科の教育の特色を紹介したいと思います1つ目は養成校として大きな責務である診療放射線技師国家試験受験資格取得のためのカリキュラムです このカリキュラムは単に単位を取得するだけでなく国家試験合格の実力を養うためのカリキュラムです単位を取ればそれで終了ではなく自らの定着した知識として残していく必要がありますつまり卒業イコール国家試験に十分合格できる実力を備えていることであり厳しい条件もクリアしていかなければなりません そのためには明確な目的意識とモチベーションの維持が必要不可欠です。スラライド2カリキュラムの構成を示します。本学を卒業するためには124単位以上を習得する必要がありますが診療補選技師の受験資格を得るためには厚生労働省が定めた科目において 102単位以上習得しななければなりません特に専門関係分野においては88単位が指定されているためこれらについては他の科目の単位では代用できません履修する内容は基礎分野が26単位以上専門基礎分野が32単位27科目専門分野が66単位 49科目となります次にこれらの科目を4年間でどのように習得していくのかを示しますまず12年時は学内において講義実験を受講します基礎教育科目以外は全て必修科目であり全科目を履修登録し 合格すする必要があります1年次から専門関係の科目はスタートし1年次に20科目2年次に24科目の合計44科目を習得しなければなりませんこの2年間で基礎教育科目を含めて卒業必要単位124単位のうち79単位を納めることになります 1>, 1、2年次にしっかり履修を進めるのはこの後でも説明しますが3年時の1年間に及ぶ臨床実習を実のあるものにするためであるとともに国家試験に必要な実力を定着させるためでもあります。そしてこの2年間の間には振り返りの試験を実施しコツコツと復習を繰り返さなければならないカリキュラムになっています。 3年時は主として32週間の臨床実習に臨みます火曜から木曜までが臨床実習で月勤が学内講義です4年時は国家試験対策卒業研究就職活動進学準備に取り組んでいきますスライドには赤線で年次や卒業に対する3つの関門を示しています これらの関門については、後ほどお話しします。スライドに1・2年次の時間割の例を示します。両年次とも、月曜から金曜まで何らかの講義、実験が組み込まれており、かなりのコマ数で授業があります。したがって、入学直後から2年間は、新しい知識の習得に どっぷりまますまた2年次はほぼ専門関係の科目になりますので1年次に見つけた知識が重要になりますでは1年次のの講義の概要を示します20科目の専門科目を履修し2年次以降の専門科目の学習が容易になるように基礎から系統的に学んでいきます。 つまり入学直後から専門的な科目の履修が始まります。一年次の代表的な科目の概要も示しておきます。基礎科学演習1、2は放射線医学の領域を学習するために必要となる基礎的な知識として数学、物理学、科学及び工学に関する内容を学びます。 放射線計測物理学は医療において放射線を安全に利用するために必要となる物理学的な基礎知識や放射線の測定に必要な検出原理などを学びます診療画像技術学実験1では放射線診療に用いられる装置機器を用いて 放射線画像を取得するための基礎的な技術や品質管理の手法について学びますスライドにはその様子の写真を示しています2年次は20科目の専門関係科目を履修し臨床実習・国家試験に備えるための知識・技術を習得し基礎を固めていきます1年次に比べ より専門的で臨床に即した科目を履修することになります2年次の代表的な科目も紹介しておきます画像診断学概論は各種画像診断法の特性を学ぶとともに解剖を理解して各臓器の形態機能以上の診断その概要及び診断法の適用を学習します X 線 CT 画像検査学は X 線 CT についてシステム構成原理特性を画像再構成や画像処理などを含めて学ぶとともに断層解剖の知識を身につけます放射線安全管理学は放射線防護の基本的な考え方防護に必要な設備と基準環境及び 個人における放射線管理と計測法廃棄物処理等について学びます12年次の履修を終えた後3年次には臨床実習となりますが長期の臨床実習に臨むにあたって十分な知識を持っていなければ実のある実習にはなりませんまた実際に患者さんと接する機会も多く何も 適用できない状態で望むことはトラブルのもとになりかねません4年間の流れに示していたように3年次の過程に進むには関門一を設けていますその要件は卒業のために必要な必修の基礎教育科目を24単位以上習得していること12年時に 専門基礎分野、専門分野の合計44科目のうち、実践臨床画像学1および実験科目のすべてを習得し、かつ未習得科目が2科目以内であることです。この要件をクリアできていないと、3年次課程には進めず、実質学年留置となり、 もう1年、学学内で学習すすることになりますつまり入学してから最初の2年間は非常に重要になってきます関門1をクリアした後の3年時は13科目の専門関係科目を履修します主として臨床実習です また4年次に履修する卒業研究の準備も始まります臨床実習では診療保守線技術の専門性を高めチーム医療の意識を持って臨床現場でその応用力をつけることが目標です3年次の代表的な科目を紹介しておきます卒業研究1は4年次に卒業研究にも、 目的意識を持って意欲的に取り組めるよう各研究グループの指導内容・取り込みについてレクチャーを受けます診療画像技術学実験3は各種撮影装置の画像特性を理解するとともに人体各部の撮影技術及びコンピューターを用いたデジタル画像処理技術について習得します 診療放射線技術学臨床実習1、2は病院で行われるさまざまな診療放射線技師業務を体験する中で、これまで学んだ基礎知識、技術を再確認し、基本的な実践能力を習得します。4年次課程に進むための要件である関門2を示します。 この要件は3年次終了までに卒業のために必要な必修の基礎教育科目24単位以上を習得すること123年時の専門基礎分野専門分野の合計57科目のうち臨床実習科目卒業研究1を習得しかつ未習得科目が2科目以内であることです 4年次課程は18科目の専門関係科目を履修するとともに進路を決定し高い実践力と探求心を持って社会に貢献できる診療放射線技師を目指します4年次の代表的な科目は卒業研究です卒業研究では診療放射線技術に関するテーマについて実験または調査研究を行い 基本的な研究の進め方を学び、問題解決能力と研究的態度を養います。また、国家試験対策は、4年次に演習や小論科目を開講し、複数回の模擬試験を実施します。そして、4年次最後に卒業試験を受けることになります。 卒業を認める試験ですのでこの試験に合格することが国家試験に合格できる実力が身についたということになります。したがって関門3の卒業の関門は卒業のために必要な124体以上を習得していること卒業試験に合格し関連演習科目の単位をすべて習得すること この二つになります。次に診療法士技師国家試験の合格率の推移を示します。横軸が年度、縦軸は合格率です。そして赤色のグラフが全国平均、青色が本学です。全国の合格率はおよそ八十パーセント前後であり、受験者の約二十パーセントが 不合格になる試験です本学の教育課程を経て卒業した学生の合格率は大学に移行してから以降ここ数年はほぼ100%となっており高い水準を維持しています。つまり本学科の関門をクリアすることは国家試験に合格するのに十分な実力が 身にについていいてるととうことの根拠になりますまた全国平均を押し下げている一つの大きな原因は過去に国家試験不合格となった人の再受験の合格率がおよそ30%と低いことですしたがって不十分な状態で卒業して国家試験に不合格となるとその後も 資格を得ることができないというリスクが大きくなります二つ目の本学科の教育の特色は付属病院を中心とした長期の臨床実習を実施している点です二つの付属病院のみで実施され長期間、少人数グループで履修できます 実施した病院間での差がなく全ての学生が同レベルの臨床実習を履修できますそして科目の一部は講義担当者と実習指導者が同じになります別途臨床実習に関する費用は必要ありませんこれは学園内に付属病院を持っているということがこのメリットにつながっていると 考えまますす臨床実習の概要を示します川崎医科大学附属病院と川崎医科大学総合医療センターにおいて各モダリティに関する部署をグループでローテーションしながら受講しますそして1人の学生は必ず半期を川崎医科大学附属病院半期を 川崎医科大学総合医療センターと2施設で履修します3つ目の本学科の特色は学年単位で指導を行い手厚い学生指導体制を敷いています担任制アドバイザー制そして支援だけでなく厳しく教育をしていますまた 短大から続く40年以上の歴史があり、卒業生の多くが社会で活躍しており、本学科の評判が高められているという点も特色です。次に就職進学関係についてお話しします。求人に関しては、年間約400施設からの求人募集をいただいています。現状、この数字については、 十分な求人数と考えています進路決定率はほぼ100%であり大学院進学についても年間1から3名程度となっています本学科に届いた求人の地方別分布を示しますほぼ全国から求人をいただいていますが西日本が約70%を占めています 2023年度の卒業生の進路決定状況です。大学病院に11%、公的病院に15%、一般病院に67%となっており、93%の卒業生が病院に就職しています。残りの7%は、検診センターとなっています。 最後に本学科が医療従事者である診療予算技師を目指すために意識してほしいことをまとめて終わりにしたいと思います強い目的意識と明確な目標を持つこと自分から積極的に行動すること人を思いやる心を持つこと基本的生活習慣を確立し 授業に出席すること、医療福祉人として態度身だしなみを身につけることルールを守ることコツコツと時間をかける学習習慣を身につけること自分は大丈夫なんとかなると油断しないことですこの動画が皆さんの進路決定のためのきっかけとなれば幸いです。 以上で終わります。